吉田さん、麻雀店の経営してるときはね、少なくとも300万円ぐらいを毎月稼がないとプラマイゼロにならなかったですよね。では300万稼いだ上でどのぐらい自分が給料欲しいのかとか、店舗のね、改装費をどのぐらいストックしておくのかとか、成長発展のための投資をどのような金額で残しておくのかっていうことが問われるんですよね。で、経費が300万なわけですから、300万稼がなかったらずっと赤字で、赤字の分は未然に起きるかどっかから借りてくるしかないっていうね、まあ、吉谷さんの状態ですよね、私もね、そういう風な感じで経営者っていうのはやってきたんで、どっかの誰かが言ってましたけども、文書交通滞在費がね、100万円国会議員に支給される、たった100万円しかもらえてないんだと。企業の社長なんてのは1億とか2億とかボンボンもらえてんだとか言いますけども、待てと。ほぼ中小企業の社長ってのは未然に起きって朝干し夜干しで、それでも赤字だと。きつい中に税金踏んだくられて、税金踏んだくる方は100万円しかっていうけど、税金払ってる方はその100万円しかを払うのに、本当に家族を質に入れるぐらいのことしてんだよみたいなことですよね。まあ江戸時代ならね、税金払うために娘を売ったみたいな事件があったかもしれませんけども、あ、最近でもありましたね、国会議員でなんか未成年の女の子をお酒を飲ましてね、で税金からいただいた国会議員の給料で援助交際したみたいなのがね、とんでもないですね。しかもそいつもね、今回ボーナス300万ぐらいもらうらしいですよ。かーどうなってるんですかね。まあというところでね、まあ確かに麻雀店やってたら私は生き延びていくことはできなかったと思います。まあだから私思ってたんですよ、原価のかからない商売をやらないとっていうふうに。でも原価のかからない商売ってなんだろうと思った時に、お笑い芸人っていうのはね、いいなと思ったんですよ。お笑い芸人は喋って楽しましてお金もらうって感じじゃないですか。でもね、麻雀店もね、仕入れは基本的にないんですよ。ただ店舗と人件費ってのついてもあるじゃないですか。そこが会いたかったですよね。まあ今ね、こうやって YouTube を中心にインターネットの活動させてもらう中で、そこでも価値の提供でできるわけですよ。特に6月からは FX のオリガルヒっていうコンテンツ出してますけども、あ、そういうことだったんだとか、なるほど、謎が解けました、あ、だから勝てたんだ、だから負けたんだみたいなね、この学びや気づきっていうのを情報によって提供することによって、今まで FX で勝てなかった原因を指摘して、どうやったら勝てるような思考になれるのかってことをね、お伝えすることによって満足度をどん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 高めていくこともできるし、実績もどん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 積み上げていくこともできるし、負けた時の原因を指摘することもできるから成績はみんな上がってきますよね。逆にですね、 FX を学びながら成績が上がらないとしたら、これは一体誰のせいなんだってことですよね。一つは私の伝え方が悪い、もう一つは受け取り方が悪い。だから双方歩み寄りながら成功に向かってね、学んでいかないといけないなっていうところありますよね。私の課題としては、少しでも多く伝わりやすく、いろんな角度から同じことを伝えていくってことが大事だなと思います。はい、そのためのね、やっぱりこう咀嚼力というか発信力っていうのは今までの YouTube 活動で鍛えてきたと思いますし、そして YouTube で何か指摘をする、講義をする、アドバイスをする、 Q&A に答えるっていう時に、どのぐらいの速度でどのくらいの頻度でやってくれるかってことが大事だと思いますけども、まあ多分ね、私以上にできる人はいないと思います。特に FX のトレーダーはサポートがめんどくさがり、下手くそですから。だから基本的に FX じゃなくてサポートのプロである私が FX も兼ねていくと、かなりきめ細かいサポートができるんじゃないかな。それこそ Q&A の質問が追いつかないぐらいにできるんじゃないかなと思ってますね。今のところはね、もう私も、あ、これだったらまだ10人20人は来てもらっても大丈夫だなってここまで来てますけどね。まあそういう感じで、生き残るためには原価の少ない商売をやって売り上げをたくさん出さないといけない。稲森和夫さんと同じですよね。経費少なく売り上げは最大化、まさにそうじゃないですか、商売っていうのは。そして商売っていうのは意図せず状況が与えられることもあります、強制的にです。でもそんな時でもこう考えないといけないですよね。与えられた状況で最大限の効果を出すからビジネスだ。もっと言ったら、人生は与えられた環境、親、生まれた国、いろんな条件、こういったものの中から組み合わせて自分の理想に一番近い結果を出し続けるために工夫をするのが人生なのかなと思いますよね。ビジネスってのは人生のたった一部を切り取ったところなんで、ビジネスごとき攻略できなくって人生は攻略できないというふうに考えちゃいますよね。つまりは攻略のどっちだ、略でいきましょうか。略でございます。攻略の略。いってらっしゃい。